ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から光り輝く高齢者になるための情報、起爆剤情報を発信しております。今日は2023年10月の7日土曜日です。今日は〇〇の壁シリーズをやっております。第3弾がおいどん、よいどんじゃないですね。オイルという字書いて、おーいどん、樋口恵子さんの本の中から行ってみたいと思います。今日は、第3章、置いて歩けば、中の小項目であります。これが、安心パッドと再びの出会い。安心パッドとの出会いか。安心パッド、パッドとの出会い。再びの出会い。安心パッドとの再びの出会い。やっと読みました。紙おむつは赤ちゃん用より大人用。何ですこれ。紙おむつは赤ちゃん用より大人用。ほう、なんだ。高齢者向きの情報を検索していたらこんな記事が目に留まりました。大人用紙おむつが乳児用を超える日。え、本当？いくらなんだってというのが最初の感想でした。寝たきりと呼ばれる高齢者におむつは必需品ということは承知していました。先日訪れた特別養護老人ホームの介護資材室で実に多種多様な大量の紙おむつ、整然と区分けされたおむつの山を見てきたばかりでしたから、それにしてもおむつといえば赤ちゃんというイメージが頭の中に固着していたせいでしょうか。その新しい事実が腑に落ちるのにちょっと時間がかかりました。はあ、そうか。その後によく調べたら、以上の予測は近未来の話で、今のところはまだ紙おむつの大人用生産量は乳幼児用を下回っています。ただし大人用の伸び率がすごい。紙おむつ全体量に占める大人用の比率は1997年 23.0% から2017年に 32.9% へ拡大しています。このままでいくとやがて乳幼児用と大人用の生産量が五分五分になり、大人用が増える未来が確実に見えているということでした。でもそれは日本の少子高齢化の現実を確実に切り取っています。ふと気づけば新聞テレビの広告にも大人用おむつの PR が増えたこと、デパートなど大型店の介護用品売り場に試供品が積まれています。自治体の中には要介護の高齢者に紙おむつを一定量無料で提供するところもあります。特に大人用おむつの中でいわゆるパッド型の伸びは目覚ましく、大人用全体の生産量の中で占める比率は1997年の 58.2% から2017年には 78% と8割に迫っています。これはそのまま高齢者の行動の自由を向上させるものだと思います。特に出産経験のある成人女性の3割に軽疾患があると言われます。尿取りパッドを上手に使っていくつになってもお出かけを楽しんでいける素敵なことではないでしょうか。ああ、そういうことなんですね。安心パッドで行動の自由を。この業界も日進月歩、業界最大手のユニチャームの福祉用具のリーダー山下コーポレーション、生活用品の花王など主だったメーカーだけでもおよそ十数社、海外輸出の伸びも著しく、目立たないけれど化粧品と同じく日本のきめ細かな技術力がものを言う世界です。月に1回開かれる中年女性の勉強会帰り10人ほどのお茶の席で、私はこの安心パッド尿漏れ対策の話題を出してみました。顰蹙されるかと思ったら意外や意外、場は一気に盛り上がり、80代前後の親や、義父母のためにどんなに工夫しているかの情報交換会になりました。
必ず介護する側が使用してみることです。デパートでも試供品をたくさん揃えていますから、尿漏れ 600g まで大丈夫っていうので、私自分でおむつに水を吸わせてつけてみました。 600g の水を飲むことと外へつけるのと重さがまるで違うんです。 600g のおむつをつけて歩くのは大変ですよ。体験した人でなければ言えない言葉も出てきました。こんなことが中年女性のお茶の時間の話題になるなんて、一世代前には予想もしませんでした。高齢者の排泄の問題はとても重要なことです。まずは男女が安心パッドを上手に使って、生涯のできるだけ長い時間、行きたいところへ行き、出会いたい人と接し、見たいものを見る、そんな高齢者の行動の自由を、ことぶきたい。消費者として本人も家族も気づいたことはしっかり発言していくことだと思います。現在の程度に安心パッドが普及していたら、今は亡きオペラファンの年上の友人ももっと長く感激を楽しめたのにと残念です。私もいずれ安心パッドのお世話になりながら、できるだけ長時間外出を楽しみたい。そんな未来にほとんど不安がないのは、やはり経験者だからでしょうか。終戦からいくらも経たない頃、所長を迎えた私は、学校で教えられた通りの手製の生理体をこわごわ当てながら通学しました。漏れて出たら死ぬほど恥ずかしいと恐れながら、戦後の経済発展は生理用品の向上にも直結し、働き盛りになって海外へ行く機会が増える頃には、アンネという商標が一世を風靡していました。そうか、おいて安心パッドは女性にとっては今ひとたびの またの出会いなのか。これからもしばらくの間どうぞよろしくね。おいて歩けば安心の友です。はあ、最初の題がなかなか読めなかったですね。安心パッドとの再びの出会い、ほう、やっぱり何か経験がないというか、こう読んでてもうまく言葉が回らなかったんですが、でもそういう時代に来ております。でも、まあ外へ自由にというか、できるだけ多く歩けるということは、いいものが、まあ、開発されたんでしょうね、されたんですね。日本の技術力を持っていいものができましたね。おーいどん、井口恵子さんからの提案といいますか、話題提供でございました。ごきげんよう。